とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストレベル3が3箇所出てます。まずここ、締めっぽい洞窟、まあ簡単だね。でもキャプテンがいないから報酬は期待できない。で、2つ目、薄暗いダンジョン、ここキャプテンいるね。で、もう一つが、失われた集落。ここはあんまり行ったことがないかな。まあ、とりあえず、こっちから、さっさっさと、クリアしていきましょう。はい、終わりだね。ここはキャプテン絶対いないよね。見たことないもん。よし、アイテムがなんか増えてきたな。アイテムがそろそろまた300個になるんで、今回3周デイリー行った後はまた、巨大狩りかな。チェストが欲しい。報酬は何でしょうか。防具なんだよね、一応。おー、254のフロストバイト、いいね。遠距離系が強くなるんでそこそこ使えます。おっと、イカ防具出てるよ。あー、惜しいね。一番左がクールダウン入ってたらよかったね。エナジーと雷フォーカスでかなり使えるやつだったんだけども、まあ、いりませんね。あ、これ悪くないかもね。あ、いや、いらないな。HP6% 吸収は、カバンビルドとは別に合わないんで。いいや。行きまーす。次。ここはどうなんだろうね。ペット数が3に固定。で、モブのダメージは 50% 増加で、プレイヤーは輝きを持ってると。まあまあ一見してみたところ別にそんなに難しそうな場所じゃないんだけどね。いけるでしょう。まあもちろんね、キャプテンは全部探してから行きます。あ、矢はこれ増殖なしでここいけるな。なんか結構ポンポン出るんで。矢の増殖はちょっとなしで行ってみようかな。あれもね、やっぱり、ちょっと時間がね、かかっちゃうので、極力ならばしない方が、早くクリアできるんだよな。まあ、とりあえず、行きましょう。これで全部ですね、なんだ？プレイヤーのダメージが 20% 減少、モブの HP 20% 増加、40% がクリーパー。ああ、なんだ、デイリーの3にしては、やたらマイルドな感じだね。全然こんぐらい、なんともない。これぐらいじゃ全然大丈夫だね。珍しくね、本当にマイルドなやつが出てきてくれたね。いつもならば、プレイヤーのダメージが 40% とか 60% 減少して、モブの HP も 100% とか、200% ぐらい上がる時もあるしね。それに比べれば今日はどうした？なんかすごいラッキーな感じです。これは余裕でクリアできるよ。お、終わりか。あ、終わりですね、これで。そうかそうかそうか。最後はこういうとこだったね。本当にね、めちゃくちゃ久しぶりに来た。でもまあ、キャプテンもね、全部倒すことができたし、これは良かったよ。こんなに楽勝でクリアできるとは思いもしなかった。もう一つのところがね、気になるんだよね。あそこが、配電重力のとこよ。あれきついんだ。まあとりあえずね、ここ、クリアしてからだね。では、報酬見てみましょう。まずは、フロストアーマー。ああ、いいね。255。いや、でも、これ上がね、もうちょっと上が HP がぐっと上がるからね。なんだ？ははははははは。出た、メイスのやつ。いらない。よし、じゃあ、ラストだね。ラストの、もう一番ここは厄介だなぁと思ってた場所。いけるかなぁ？これだね。重力を持ってて、帯電を敵が持ってるってやつ。
ここはきつそうだぞ。まあ、頑張っていきましょう。よし、なんとかいけそうかな、今回は。うん、一回やられちゃった。どうしてもね、スライムに、配電と変更がついてるやつが出てきたら、ダメだもん。スライムにあの二つがついてるやつが来たら、あれ終わるもんね。どうしようもない。まあ、今回は、そういうやつがうまいこと出てこなかったけども、まあ、もしかするとこっから出てくる可能性はあるよね。可能性は十分にある。今回の変更点、なかなかいい感じかな。ボブの速度が 40% 増加。そして 25% がクリーパーに変わる。あ、やっべ危ない。で、そして遠隔が略奪者に変わるっていうやつだね。これだったらば、まあ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 、いけないこともない。うん。いやー、あとはもう、敵次第だよね。うん。あとはもう、敵のエンチャント次第。変更と再伝が、もうなんか一緒についてるようなやつが、出てこなければいい。うん。まあ、とにかく変更よ。変更だけには、マジで要注意。まずこっちから行くか。お、危ねえ。いやー、やばい、もう変更がいた。うわー、もう。最後の最後で変更、マジでやめて。こういう時は、あれだね、ツタのアーマーで、敵を寄せないようにして、で、バーストボーストリングがついてない、バブルバースターで攻撃しとけば、いけるか。多分この構成で、倒していけるはず。いた。嫌なやつだな、本当に。うわ、ぶね。おおいって。嘘でしょ。いやー。よし。オッケー。バーストボーストリングがあるとね、ちょっと、やりにくくなるんだ。よし。よし。よし。オッケー。倒しきったね。いるよね、いる、オッケー。よし。ここはもう問題なく倒せるでしょう。ああ、危ねえ。危ねえ、段差に引っかかった。よし。全部、旗はゲットしました。あとはクリアするだけ。いけるよね。この強制戦闘の時に、変更が来たらほんとやばいんだよね。でも、今一回死んだだけなんで、最悪ギリ大丈夫。うん。最悪ギリ大丈夫だわ。普通にやられないよ。あ、もう、あ、バカもう、段差。もう段差に思いっきりやられてるじゃん。はいはい。よし。オッケー。よし、どうなんだ、閉める、あ、魂のストールビットね。終わりか、まだか、もう終わってください。あと1回。よし、クリアです。よかった。それでは見てみましょう。いやー、回転ステージはほんと地獄だったわ。お、素晴らしいね。でも次だ、問題は。呪いの斧かー。よろしくないなぁ。まあ見てみましょう。呪いの斧。エンチャントがよろしくない。よろしくないねー。でもダメージはすごいね。110万だよ。素晴らしい。で、影の衣。あー、クールダウンが一番右についてたらもう採用だったんだけどね。ダメだ。クールダウンないとちょっと使いにくいもんね。あー、まあアクロバットついてるから、
バーストボーストリングのやつと合わせればまあいいかな。は悪くないと思う。で、こっち側は、フロストアーマー。いらないな。フロストバイトは、これもいらない。まあ、この影の衣はワンチャン使っていけると思うので、まあ、今回は意外と当たりだったんではないでしょうか。フレイル、いりません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。